でこの時にですねそれでも諦めない、うん、でもっと言ってしまうとその試合に出る前にですね何があっても要するにこのジャンプは飛べるという状態の選手がやっぱ最終的に勝ってくるんですね。ですからその領域を目指したいというのがあの恩田さんの、ね、決意だったように聞こえました、はい、こうして優勝したタチアナ・マリナさんと抱き合った恩田さんです。まもなく表彰式が始まります。ただいまより女子シングルの表彰式を開始いたします。 Ladies and gentlemen, we'll now begin the medal awarding ceremony for ladies. 優勝タチアナ・マリニナさん、ウズベキスタン。 The winner of the event, タチアナ・マリニナ、ウズベキスタン。3年ぶり2回目の NHK 杯のクイーンです。第2位恩田義恵さん、日本。 The second place 義恵恩田、Japan。 大きな歓声です。ドイツ大会2位で弾みをつけた今シーズン、グランプリシリーズ2回目の2位。第3位エレーナ・リアシェンコさん、ウクライナ。The third place, Elena Ryashenko, Ukraine. 長野オリンピックの陽性と言われたエレーナ・リアシェンコが第3位。今シーズンはロシア大会は6位、そしてこの NHK 杯では3位に入ってオリンピックに向けて弾みをつけました。プレゼンターが入場いたします。先導は藤森光三、財団法人日本スケート連盟副会長です。 The awarders will enter led by an escort. The escort is Mr. Mitsuzo Fujimori, Vice President of Japan Skating Federation.日本スケート連盟副会長の藤森光三さんに先導されてプレゼンターが入ってきました。今シーズン2回目の表彰台になります。本田メダル NHK 杯の授与並びに花束記念品の贈呈を行います。メダルは久永勝一郎国際スケート連盟副会長および財団法人日本スケート連盟会長より授与されます。メダルは被告されます Mr. 勝一郎久永 Vice President of International Skating Union and President of Japan Skating Federation。メダルの授与は国際スケート連盟副会長の久永勝一郎さんです。今日は恩田の表彰台もありましたが、男子のショートプログラムではワンツーフィニッシュ、まだフリースケーティングは残っているんですけれども、本田と田村が1位2位を占めました。その瞬間非常に喜ばれたこの久永国際スケート連盟副会長です。恩田はもう先ほどから涙涙です。
今月13日に19歳になりますホンダ、そしてその後はリアシェンコ。 NHK 杯は海老沢克司 NHK 会長より授与されます。NHK trophy will be awarded by Mr. Katsuji Ebisawa, President of NHK Japan Broadcasting Corporation. NHK 杯の授与は NHK 会長の海老沢克司です。解説ここまで五十嵐文雄さん、そして佐藤由香さんです。五十嵐さん、はい、タチアナマリネラの3年ぶりの優勝、もう一度評価なさってください。そうですね、やはりその1回失敗したジャンプでも諦めずにもう1回トライしてくる、そしてそのトライした上でさらにコンビネーションジャンプにしてくる、決してジャンプだけではなくって、そのスピンとかですね、ステップも含めてすごく自分は要するにいいプログラムを滑るんだっていう意思にね、彩られた本当に滑りだったと思います。まさに強い意志がありましたね。さて、あと2ヶ月後に迫ったソルトレークシティオリンピック、さらにグランプリファイナルに向けて、今度は佐藤さん、はい、ホンダへの期待を聞かせてください。そうですね、今回この大会でですね、 100% の状況でないところで最後まで頑張り抜いてしまった、それがまた自信につながってくると思いますので、また新たに世界のトップレベルを目指して戦うことができると思います。ぜひオリンピックの舞台で伊藤みどりさん以来と言われるトリプルアクセル見たいですね。そうですね、五十嵐文雄さんと佐藤由香さんの解説でこの女子シングルフリースケーティングの演技を皆さんにご覧いただきました。記念品は熊本市助役後藤勝助さんより贈呈されます。 Commemorative gifts will be presented by Mr. 勝助後藤 Deputy Mayor of 熊本 City。 入賞選手の栄誉をたたえ、国旗を掲揚し、国歌を演奏いたします。皆様ご起立の上、国旗にご注目ください。 In honor of the medalists, we'll raise the flags and play the national anthem for the winner. Ladies and gentlemen, would you please rise?お伝えしましたように、ウズベキスタンのマリニナ3年ぶり2回目の優勝、日本のホンダヨシエグランプリファイナル出場ソルトレークも内定しました。明日の放送予定はご覧のようになっていました。男子シングルのフリー、ホンダの活躍に期待しましょう。